第3シードの柳ヶ浦と、初戦コールド勝ちの別府翔星。9回3点を追う柳ヶ浦は満塁で代打佐藤。フォアボールを選んで2点差とします。なおも1塁3塁でキャプテン石川。引っ返した、1塁の間破った、同点。執念の一打で追いつきます。さらに二塁ランナーが帰れば逆転サヨナラ。見逃し三振。しかし別府翔星がそれを許さず、試合は延長タイブレークへ。星は1番宮川のタイムリーで2点を奪い5対3とします。その裏の柳ヶ浦、1点を返しなおも満塁でバッターは渋谷。セカンドゴロの間にランナーが帰り再び同点に。さらにサヨナラのチャンスを迎えますが、別府翔星が守りきります。11回、別府翔星の攻撃を0点で抑えた柳ヶ浦はその裏満塁のチャンスを作ります。低めのフォアボール、押し出し、三塁ランナーが帰ってきました。6対5のサヨナラ。3時間を超える大熱戦、第3シードの柳ヶ浦が苦しみながら勝利を手にしました。もう今までにない試合が最高なメンバーとできたので悔いはないです。高校野球は最高だなって思ったし、野球をやっててよかったなと思いました。